防災無線などの音声が届きにくい大規模な工場内で、従業員に災害の発生などを知らせる防災告知端末の設置が四国中央市で進んでいます。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。工場で作業にあたる従業員に災害発生の情報などを知らせます。大規模な製紙工場が多い四国中央市は機械の操業音が大きいため、工場内では防災無線の音声が聞こえにくいほか、携帯電話の持ち込みを禁止している事業所も多く、従業員に緊急の災害情報などが届きにくい状態でした。このため市と地元ケーブルテレビ局の四国中央テレビは、工場で働く従業員向けに防災告知端末の設置事業を始めたもので、三木特殊製紙三川工場には第1号となる端末が専用の光回線で引かれ、早速運用テストが行われました。この日のテストでは、四国中央市特有の山地風予報や J アラートなどの試験放送が流され、作業中の従業員たちは情報に耳を傾け、緊急の対応に備えていました。端末の設置にすることによって、災害情報などが入ってくるようになり、従業員に対して安全確保の初動が素早くできるという点で大事かなというふうに思っています。市によりますと、市内にはおよそ4200棟の工場があるということで、来年3月末までにこのうちの30棟に設置する予定だということです。